い、それではですね、清和駅の駅前を出発しまして、次が新富駅というですね駅になります。新富駅までは駅間距離が 5.5 キロということで、結構な、ね、距離がありますね。まあ、距離があるからって言って、ここはあんまりスピードは出せないんですよ。なんといってもここはあのパンダの狩り場になってるんで、さっきも言いましたけれども、パンダの狩り場になってるんで、あんまりそうですね、手短にやるっていうのはちょっと難しいかなと思います。まあ、幸い今前に車がいるんで、これについていけば大丈夫かなと思います。次の新富駅はですね、新名線の廃止よりも前の1990年に廃止されているということでした。あー、なんかね、畑が美しい。何畑かわからんけど畑が美しいです。新富駅はもともと一面一線の防線駅で、駅の跡っていうのはもう今ではほとんど残っていないということです。何だったかな、十三線川っていう川があって、それを越えてすぐぐらいのところが、新富駅の駅跡だそうです。十三線川というのも結構やっぱりね、まだ先なんですよ。ここでようやく8線になります。ただ新富はね、新富っていうバス停がちゃんと残ってるっていうことなんで、バス停の名前をちゃんと見ておけばですねいいと思うんですけれども、今がこれ清和8線って今書いてありました。これが13線になるあたりまで、粘っていくということになります。この270号のこの区間はですね、結構、かっ飛ばして走ることが多いんですけれども、今日はちょっとパンダの餌になりたくないので、自分の前に必ず車は1台置いておくっていうことをですね、守って走っていきたいなと思います。そうすれば前の車が玉よけになってくれるので、玉よけっていうかパンダよけになるので、パンダよけを1台確保した上で、先進んでいくということにします。ここにね、蕎麦博物館なんてのがありますね。蕎麦博物館に蕎麦神社っていうのが、こんな B 級スポットがあるんだ。蕎麦博物館に蕎麦神社ね、それだけでもなんかね、サムネイルになるかもしれないなとは一瞬思いましたけれども、スルーしてしまいました。ここは熊出没注意だそうです。パンダも出るし熊も出るっていうですね、もう完全に人を寄せ付けないエリアにだんだん入ってきてるんだなということが分かります。これが十銭橋ですね。これが10銭だから、もうあと3銭ですね。もうちょっとで、新富駅ということになります。多分これの次ぐらいに出てくる川が13銭川なんで、それを越えてすぐ右なんですけれども、右に入る道っていうのは、残っているのか、残っていたとしてもちょっとね、ジムニーがないと先に進んでいけない道である可能性がこの時期になるとね、高いと思いますね。ここで左に曲がって、次の川が十三線川という川で、それを越えたら新富の駅ということになるはずです。そうですね、これが十三線橋で、この川が13線で、あそこにあるバス停が、新富のバス停なので、どっかこの辺から右に入れる道が、
ありましたけれども、どこまで行けるだろうか。あ、でもまあこの辺で戻るか。別に無理してね、無理して進む必要ないし、あの手前の廃屋みたいなやつを入れたサムネイルにした方がね映えるんで、ここで降りていきます。熊はあんま出ないよね。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、JR 新名線新富駅の駅前通りと思われる場所にやってきました。あー、でもいいですね。北海道のね、僻地の農村っていう感じがします。まあ、飛行タイプはいますけれども、結構ね早めにみんな通過していってくれるので、そんなにも困らない。この虎杖の長さがね、もう夏だなって感じがしますもんね。駅があるのはこの辺りのはずなんですけれども、実際どの辺が駅だったのかはちょっとわからないです。結構ね奥に入るみたいなんですけど、どこなのかな、線路跡ちょっとねわからんし、なんかここになんかあるけれども、これは基準点か。基準点があると、基準点があるっていうことは、昔の、なんだろうな、地形図とかと見比べてみれば、割と、駅跡が分かりやすいかもしれない。まあ、ここだけちょうど、畑がないんですよね。この草原の部分だけ。これがなんだろうな、鉄道と何か関係があるのかないのか、ちょっとそのあたりはね、定かではないですが、とりあえずもう、周囲は全部畑っていう感じです。いやー、まあ、あの辺の草やぶ見てもね、一体どの辺りに線路があったんだかさっぱりわかりません。この畑の向こう側だったりするのかもしれませんが、まあ、どっちにしてもこの人ん家の畑にですね、勝手に足を踏み入れるわけにいかないんで、撮影するのはこの辺までということになります。いやー、緑豊かですね。マイナスイオン漂ってますし、セミの声も響いています。まあ、ここにある建物が、まあ、唯一なんかね映える建物で、サムネイル自体はすごくね綺麗で、いいサムネイルが撮れたんじゃないかなと思います。なんだこれ、なんとか新富集荷所って書いてあるのかな。そうですね、集荷所か。まあ農業用倉庫を作るまではいかないっていうことなんでしょうね、きっと。なんて言っても廃駅になったのもさ、あの新名線の廃止より早かったらしいですからね。まあそりゃ跡形が残っているわけもないなという感じではあります。はい、それでは次行きましょう。